はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回は信長の野望大使真田幸村プレイ続きをやっていきたいと思います。で、前回からはですね、家康軍との戦いを始めているんですが、今回はその続きになります。で、今はですね、開放面に幸村自ら軍勢を進めていますので、ここから続きをプレイしていきたいと思います。早速今中野城攻撃中なので、このまま中野城、それに執事ヶ崎館まで取ってしまいましょう。一方、西の方では信長と長宗我部が先端を開いてますね。中野城は取りました。で、中野城を取ったので、このまま今お話したばかりですが、つつじが先館まで兵を進めてしまって、かたじけない甲斐一帯を真田の支配下に収めましょうというところで、つつじが先館の城主が水戸光圀になってるな、徳川光圀になってますね。ちょっと黄門様の能力は見ておきたいな。光圀はでも統率とか含めてめちゃくちゃ強いわけではないですね。統率が66、武勇が32、知略、内政、外政がまあ70前後っていうところになってますね。人物、頼房の三男、黄門真に行きで有名であるが、実際には関東から出たことはなかった。じゃあこの光圀、黄門様を攻めましょう。土ヶ崎館の兵力は5000ないぐらいですね。ここで、イエスからの交渉ですが、兵糧17,300、これは拒否だな。このまま城を攻めましょう。報告いたします。今はどちらかというと徳川領に対して上杉謙信と先を競うように城を奪い合っている最中なので、ここで兵をね始めるとしましょう。引くわけにはいかないというのもありますので、そしたら今回は負担に全体的にアップしておきましょうか。施策力は軍事が112まで残ってくるのに、論議が476はちょっと余っちゃいますね。完全に鷹の目は欲しいな。これ部隊の視界拡大が実施されると奇襲攻撃を受ける可能性がなくなりますからね。あと連戦自宅も来たね。いやー、ようやく連戦自宅来たか、長かったな。とはいえ今すぐできるものはなくて、連戦自宅に関して言うと軍事が全然足りないと。で、鷹の目は、鷹の目もちょっと見ておきたいんですが、鷹の目はというとこれも軍事が130で全然足りないね。で、赤備えは狙撃が強化か、これはやりたいですね。先にやっちゃいましょう。直政から提案を受けている赤備え、効果は部隊の狙撃強化、部隊の移動速度上昇中、騎馬攻撃力上昇中、まあ、騎馬はちょっとねあまり配備してないんですが、移動速度が全体的に上がるというのは嬉しいんで、次回以降の施策の提案のところでは重点的に軍事を優先していきましょう。それで鷹の目と連戦自宅を使っていきたいな。今回はだいぶ武将を捕獲してるね。逃げられたところも確かにいるものの、それなりに武将は確保したな。正影とか初段しとく？正豊、徳川四天王の2人を初段しましょう。これで敵の戦力を削る。あ、違うな、
逆だ、今逆のことやりましたね。逃がす武将を選んだのかな。ちょっと後で動画見直します。出陣する。で、浅井家は信長によって滅ぼされたということになります。まあ、この辺りは史実通りの展開にはなってきてるもの、競争風がやたらでかくなってるとかね、その辺りは少し変わってきてますかね。で、駿府の方には家康がやってきてますね。報告いたします。先月の収支です。取引をまずはお米を買い足しておきます。ありがとうございました。お米はいくらあっても困らないからな、本当に。で、安藤家とは交渉して兵糧外交で同盟の引き換えに米をもらっておきましょう。米不足ですからね、米不足でだ。肝心の家康との決戦は、家康の軍勢が6万5千、一方雪村5万6千なんで少し不利な状況ではあるものの、鉄砲隊も配備してるんで普通に行けば勝てるかな。じゃあ駿府館で家康の小詰め部隊と決戦に及びましょうか。こちらも精鋭を揃えてますけど、もちろん家康の側も精鋭が揃ってるんで、まあ、油断はならない状況ですね。で、この駿府は10万の兵がお互いに展開できる、合計20万の兵が展開できる場所になってるんで、そのまま兵力が反映されてる形になりますね。で、敵の方はうわ、もう見るだけでやだな、これ信玄でしょ、吉本、道さん、馬場信春、酒井忠次ですね、秀政、安政、松平信綱など、まあ、そうそうたる面々だな。ちょっとこれはこちらの方が不利かな。まあ、もちろんね、北条早雲と氏康、この辺りはもう四分なく強いし、直政も強い、氏国もいわゆる武勇に関してはもう四分ないかなというところですね。直政と氏康、雪村の鉄砲隊をうまく使って早雲の騎馬隊で敵をかき回すという戦略でいきましょうか。で、五色備えになってますんで、ここで役割ごとにあった戦いぶりを見せてもらいましょうというか、そういう展開に持ち込みましょう。で、まずはですね、なんといってもこちらは陣を持ってるんで、この陣をねうまく利用しない手はないかなというところですね。そうするとどうしようかな。敵の陣形がちょっと読めないけど、味方の鉄砲隊をうまく使っていきたいよな。敵は鉄砲隊はいないので、そうするとだ、鉄砲隊、まずは雪村をどこに配備するかだな。で、いっそのこと右側右翼にある陣は捨てましょう。ここはちょっと鉄砲が使いづらいと思うので、思い切ってこの陣は捨てて2つの陣を守りきるというね作戦でいきましょうか。じゃあまずは展開していきましょう。部隊をなんといっても鉄砲隊をうまく使いたいので、まずは早雲の騎馬隊を都会させた橋に寄せちゃいましょう。覚悟しろ。先に敵がどっちに殺到してくるか読めないけど、多分左翼側に殺到してくると思うんで、左翼側に鉄砲隊を配備しましょう。下地を始めます。ご命令を始めるぞ。
ご命令。覚悟しろ。ご命令。覚悟しろ。ご命令。ここはしっかりね、敵を迎え撃つっていう体勢で陣を持ってる強みを最大限に生かして戦いましょうね。ご命令。覚悟しろ。この雪村に続け。そうか、家康との決戦だな。家康も出陣してきてますもんね、今回は。そうか、ここで徳川四天王が発動するのか。徳川四天王はかなり強力みたいですからね。対象狙いで切り込んでくる可能性ありか。となると雪村の前、雪村側は多少厚めに部隊を配備しておきたいな。まあ実際そういう配備になっているので問題はないかなと思うんですが、来たな。これは道さんだな。道さんの軍勢が早速都会してきてるね、完全に。で、信玄の軍勢1万も目前に迫ってきてますね。そうするとちょっと予定とは違うものの、味方の方は布陣を終えましょう。覚悟願おう。名簿。覚悟せよ。いざ参る。始めよ。愚痴。始めるぞ。ゲチよ、お覚悟願おう。ゲチよ、六門戦の旗を掲げよ。一番恐れてるのはやっぱり信玄の軍勢だよな。敵の居所知れました。さあ、交戦状態に入りましたね。すべて吉本は右翼から攻めてきている。まあもともと右側にある陣は捨てるという話なので、それはそれでよしとしてだ。そうするとしっかりと敵を叩いておきましょう。まあ、陣を持っている強みをやっぱ最大限に生かしたいので、陣を守りつつ士気をキープする形ですかね。で、張り付かれると厄介なので少し前に出ましょう。足軽部隊は、で、総務の部隊も雪村を守るような形で入っていきます。これに始めよう。ゲチよ、お覚悟願おう。で、右翼側はおそらく敵が右から抜けてくると思うので、宇治安の鉄砲隊の向きを変えておきます。これでいいかな。息の根止めてくれよ。放て。敵を行こう。知るもし。策がございます。我が策、これに。格の差、思い知るがよい。さあ、今画面上部の指揮ゲージはこちらがガンガン押してるので、この押してる状況を維持して、かつ早めに決着しましょう。敵はもう大名クラスのそうそうたるメンバーが揃ってるんで、
これとまともに対峙して戦うのは結構きついですからね。短期決戦で一気に削る。始めるぞ。我が部思い知るがよい。そうすると鉄砲隊を、ウジアスの鉄砲隊を前に出しましょう。覚悟しろ。で、ジンは足軽の2部隊、ウジュクニと相馬で守らせます。ウジアスの鉄砲隊は主戦場の方へと抜けていきましょう。放て放て。お、待ってね、これちょっと見てみると家康の本陣が突撃仕掛けてきてるけど、だいぶ士気ゲージが削られてるな。これは家康の攻略を最優先した方がいいね。お聞きくだされ。家康を撤退まで追い込めなくても階層に持ち込めればだいぶ戦況がこちらに傾くんじゃないかな。格の差思い知るがよい。いざ参る。始めよ。オゴス、お聞きくだされ。ここは少し無理をしてでも見せてくれようぞ。勝負を決めに行きたい場面だな。勝負どころですね。ご覧くだされ。この攻めかわしてみせよ。で、都会中の背中を向けてる部隊は、これは安政は何がしたんだ。ちょっと警戒しとこう。安政の動きか意味不なので。ここは守れ。で、家康が用心で下がっていくのかな。これ家康を追撃できる力はないよな。味方に足が速すぎる。やりたい。前へ。まずは一つ信玄を一度撤退に追い込んでるね。やりたい。前へ。総運はどこにいるんだ。総運の部隊を、ちょっと乱れてきてるな。総運がどこにいる。総運を家康の追撃に当たらせましょう。覚悟しろ。足の速い総運を覚悟せよ。家康追撃の任に当たらせるのが多分いいでしょう。始めるぞ。いやー、どうするこれ。ちょっと迷うな。今相馬隊を陣に戻そうとしたけど、相馬隊を陣に戻すのは危険なんで、相馬隊は右翼から迫ってきている堀秀政と今川義元軍に備えましょう。で、猪苗代、まあ一旦下げた方がいいね。始めるぞ。ゲチ始めるぞ。我が策お聞きくだされ。策がございます。赤備えよ。いいが誇りを見せつけよ。我が策これに。正々堂々勝負せよ。合戦自体は押してるけど決め手に書いてるからな。お聞きくだされ。家康がただ士気ゲージは4分の1ぐらいまで減ってるからね。これを追撃するのがやっぱり一番近道かな。で、忠次も用心で下がりますね。これで一時的に味方の方が戦闘に参加している部隊数は多くなるので、この隙にやっぱりしっかり家康を叩いておくっていうのがいいかな。名乗りが甘いぞ。さあ、おのおの少しずつ組織的な戦いじゃなくなってきてるんで、ここはもう個々の力に任せるしかないっていうなんともな感じだけど、雪村も家康の方に陣を向けていきましょう。で、宇治康の鉄砲隊は
家康を射程に捉えてはいないか、まだしょうがないね。始めるぞ。それともそうだな、味方の部隊が射線上に入っちゃってるのは、総運が射線上に入っちゃってるんで、総運の部隊を少しずらしながら、覚悟しろ、イエスの陣へと迫らせましょう。ご命令を。で、猪苗代は、もうほぼほぼ戦力、戦意ゲージがないので、これは少し守らせながら後ろへ下げましょう。このまま味方の撤退がなければ、家康を撤退回想に追い込む時点で、あの合戦の勝利がね舞い込んでくると思います。この攻めかわしてみせよ。やりたい、おい放て。三河武士の意志見るがよい。いや、三河魂ってどんくらいさ能力上がるの。だいぶ守り固くなってないか、これ。お聞きくだされ。ご命令。覚悟しろ。策がございます。その首もらい受ける。おごし、このターンで決めないと撤退差が出て、撤退する部隊が出てきちゃうね、きっと。ロゴス、お聞きくだされ。始めるぞ。ゲチ、始めます。ロゴス、お聞きくだされ。覚悟しろ。命を、始めよう。ご命令を。始めるぞ。この攻めかわしてみせよ。いや、さすが徳川勢だな。信玄を取り込んでるっていう時点で相当強いけど。敵の意図知るもし。やりたい、前へ。巻き返すぞ。信玄が戻ってくるな。信玄が戻ってくる前に決着をつけないとちょっと面倒くさいことになるな。家康は本当に強いわ。味方が改装したね。猪苗代隊が改装した。陣も全て失ったな、このタイミングで。となると家康をやっぱり、いざ参る。ここで雨か、ついてないな。始めよ。策がございます。ここでの雨はついてないな。月がなさすぎるな。そしたら舞台をちょっと一旦全部下がらせて、家康の始めるぞ、逃げ道を塞ぎましょう。もうすべて陣を失っているので、あの陣をね守るっていう必要はないので、すべての部隊を後ろに下げつつ、家康の包囲網に持っていきましょう。そもそも今ね、始めます。雨が降ってて鉄砲も撃れない。この比べなら、わしは負けぬぞ。この戦、これで終わらせる。敵の移動を知れました。引いて体勢を立て直す。放て。さあ、あとは撤退者が出る前に、追加で撤退者が出る前に家康を追い込んでいくと、なんとかこれで押し込み切れそうですね。いやー、家康の本陣に奇襲が決まったのが大きかったな。あと家康がね、一部隊で突出してくれたっていうのも勝因ですかね。後半は鉄砲が使えなくてヒヤリとしましたけど、これで家康の本隊6万を撃破したので、駿府までは取れるかな。家康に対して勝利できたというのは大きいな。
雪村の本懐を遂げましたね。じゃあこのまま城を攻めたいので間髪置かず先に進むという意味では強行をかけて一気に前へ前へと兵を進めていきましょう。すまねえな。このまま雪村の兵5万はさらに兵を進めていきましょう。掛川犬井城ぐらいまではね一気に兵を進めたいですよね。包囲するぞ。最後の人たちっていうのかな、あの謙信にね美味しいところを持ってかれると徳川武田の優秀な武将たちを根こそぎ上杉に持ってかれるっていう可能性があるので、そうはならないようにだけ気をつけたいですよね。先月の終始です。さあ続いて掛川までじゃあ兵を進めていきます。かたじけない。いざ参る。ここで信玄軍との決戦になるわけだな。出陣する。ここは信玄軍を叩くと同時にここからも本当になんていうのかな、謙信との城の奪い合いになるので、ちょっとでも早く少しでも早く兵を先へ先へ進めたいので、さらに部隊を増援しましょう。少しばかり兵糧に不安がありますが、兵糧は金で買い占めていけばいいでしょう。次のターンで兵糧を買っていきます。包囲するぞ。安藤家からは兵糧外交でお米12,000、これも大きいな。今の状況でね12,000の兵糧をいただけるもらえるっていうのは報告いたします。で掛川城まで取れば東海道はほぼほぼ制覇できるので、そこから三河へとなだれ込むという算段ですね。表情始めるとしましょう。で表情では先ほど話したようにもうよき考えた軍事の一辺倒でいきましょう。これにて表情を終わります。連戦自宅は最優先で欲しいですからね。この策はいかがでしょうか。で氏里から精鋭鉄砲も来てるな。精鋭鉄砲も入れたいな。そうなると今欲しい鷹の目、あとは精鋭鉄砲、連戦自宅、欲しい機能能力がいっぱいだな。で軍事を使わないで済むものはもうバンバン使っていきましょう。特に論議とかもあり余ってるんでね。さあこんなところですかね。ではまずはお米をゲットしていきます。ちょっとお金が不足してきてるものの、お米がないとね継戦努力が失われてしまいますので、まずはお米。でここは信長軍と長宗我部軍が激突か、どっちが勝つかだな。長宗我部軍が勝つか長宗我部が勝つとなると、これ
ものすごい軍勢の数になるな。お、室賀正武だ。室賀正武、もうこれはもうおととしになっちゃうのかな、あの真田丸でね、だいぶ活躍されてましたけど。さてここで雪村をどっちに向かわせるかだな。今戦場は蒲生氏郷がこのまま犬以上に向かった場合、戦場の上限が9400か。ここでどうだろう、信玄軍と戦うのは不利でしかないから、いざ参る。己を信じて前へ進め。蒲生氏郷は一旦ルートを変えましょうか。進みます。信玄と戦うときはね、兵力優位の状態で戦いたいので、兵力が同じ状態で戦っても勝ち目がない。信玄には報告いたします。先月の収支です。お、兵糧がいよいよやばくなってきてるな。これを見るとどうする。まだ1月、まずは兵糧を買えるだけ買うものの、それでも兵糧不足は否めないな。蒲生氏郷を出兵したのは間違いだったかな。包囲するぞ。不釈神妙の覚悟見知ったか。さて浜松城も取っで、ここで一旦兵を引くかな。どうしよう、もう一押ししたいとこだけど。ことじけなし。蒲生氏郷が吉田城に攻め入って、で信玄を撃破できるかどうかだよな。戦場の上限は7万の上戦場で、蒲生氏郷は3万7千、一方信玄の方が1万6千。ここで信玄を叩けるな。信玄を叩いて、じゃあ雪村はこのままもう少し頑張ってもらって、犬以上の攻略に向かいましょう。この雪村に続け。いやちょっと待ってね、そうすると雪村が動くなるの、信玄も黙ってないパターンだな。わかりました。そしたら信玄は一旦放置して、雪村は開閉しましょう。先月の収支です。戻るぞ。もう本当にお米が全然ないんで、一刻を争うぐらいの米のなさ。吉田城を攻略したら、ありがとうございました。一旦氏郷も兵を引く必要があるな。包囲しろ。兵糧が底をついたか。ここで兵糧が底をつきましたか。報告いたします。先月の収支です。いや兵糧がないとマジできついな。軍事系の提案が全くないので再考させましょう。道家の行く末話し合いましょうぞ。よき考えたな。これにて表情を終わります。策がございます。我に策あり。茶室外交とかはね、すぐに入れておいてもいいかなっていうものなので入れておきましょうか。軍事15使うのか。軍事は今使いたくないんだ。それよりも今は兵糧がない方が気になってしょうがない。強行してとりあえず合戦を終わらせよう。立ち戦だ。立ち
気を上げよう。ことじけなし。行きます。出陣します。ちょっと無理してでも、でも長篠城までは落としたいな。包囲しろ。いや、かなり無理させてるよね。いや、家康もズーズーしすぎるだろう。この講和条件は無条件。長篠城だけでもくれればね、今だったら全然。講和に応じたんですけどね。さて、軒並み敵の優秀な武将を捕らえてはいる。信玄、信春、この辺どうする。いやー、敵として今見えるのか、もう一度残しましょう。なんか徳川四天王のうち、武田四天王のうちね、明暗を分ける形になりましたけど、信玄信春は配下に加えたいので。戻るぞ。とりあえずこれで米を一回蓄えないとダメだね。報告いたします。先月の収支です。はい、というわけで、時間がね、いい時間になりましたので、今回は一旦ここで終わりにして、次回はですね、もう徳川軍の息の根を止めにかかりましょうか。まあ、とはいえ9月のお米が入ってくる時期までは我慢が続くかなと思いますので、そのあたり見極めながら続きをプレイしていきたいと思います。というわけで、今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。